FM 大白株式会社は宮城県仙台市大白区の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。FM 大白そのままの愛称でコミュニティ放送をしている。宮城県で7番目のコミュニティ放送局として2007年9月29日に開局した。課長エリアは仙台市大白区を中心に 周辺の青葉区、若林区、宮城野区、泉区、名取市、岩沼市、高城市、塩釜市、利府町などの一部で、課長人口は50万人を超える。演奏所は、長町副都心にあり、送信所とは300メートルほどしか離れておらず、見通しが良好のため、無線ンによりデジタル伝送されている。信頼性や安定性の問題などから一般的に、 コミュニティ放送局は専用線を用いていることがほとんどであり、このような方式を採用したのは異例である。しかし、ランニングコストが安価なこと、地震などの災害時も、中継回線切断などの心配が少ないことなどのメリットが大きいため採用することとなった。 コミュニティ放送局としては珍しく、FM プロセッサとして、オルバーン社製オプトモド FM5500 を、採用3月14日までは、オプトモド FM2300 を、使用、送信機とコンポジット接続し、プリエンファシスや、ステレオエンコードを、オプトモド FM にて行うことで非常に優れた、音質を実現している。 コミュニティ放送局としては異例なほど自主、制作番組が多いが、それ以外の番組は、ミュージックバードが多い。2007年、2011年、2013年白化しスタジオ生放送では、主に A スタジオを用いているが、B スタジオで生放送を行うことも可能。横は、ロビーとなっており、一般の人に開放されている。 ガラス越しにスタジオを覗くことが可能。スタジオの外にミキサー等の設備が備えられているため、生放送ではパーソナリティ以外の技術担当の最低二人で対応していることが多い。収録の場合はモニターマイクを用いて技術を行いながら喋っている場合もある。生放送番組はシャタヤザ、など、ありがとうございます。